はい、こんにちは。ワーチャンネル丸です。はい、今日はですね、こちらのベイブレードバーストのガチンコ改造ガイド8月版。そうだね、これを元に遊んでいきたいなと思います。はい。はい、まず一つ目の改造がこちらです。ヘブンディアボロスドレイクチャージですね、うん、ヘブンベースゴールドターボなんで、あのすごいキンキンになったね、うん、あのチャージもゴールドターボだから ね、 ね。でドレイクはもう普通なんだけど、このステッカーと合ってね、合ってる、ちょうどいい感じになりました、ね、めっちゃ金だね。これアタック系です、うん、はい、続いてこちらロックペガサスハリケーンオビットメタル弦ですね、うん、これもペガサスの部分はゴールドターボ、うん、でオビットメタルこれついてますね、うん、でこれはディフェンス系でございます、うん。はい、最後にこちらウィザードスプリガンバンガードローザンですね、うん、はい、これも結構金で、今回全部キンキンなんだけどね。本当だ、ね、で対するのは相変わらずこちらね、レッドハーデス、ゼロバンプエクストリームラッシュ、ね、これなんだけど、あとね、うん、もう一つね、いつもストーンペガシスやってたじゃんね、うん、でこの前ケンチャンネルさんとコラボした時にですね、これを頂戴しまして、うん、無連バージョン、そう、ストーンペガシスのね、うん、でこれうちらちょうど持ってなかったんで、うん、そうそうそう、あのありがたく頂戴しましたんで、はい、今日はねこれを開けて使っていきたいなと思います。ほう、おお、かっこよさそう。かっこいい。じゃあちょっとステッカーも貼りましょう、うん、あ、ステッカーもキラキラだよ。ほんとだ。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがストームペガシスのペングレイブクイックダッシュですね、うん、これは普通の改造と一緒だけど全然色違うね。色はもう全然違うね。すごい、シールもキラキラだしね。豪華仕様になってる。ラメもめっちゃ入ってる。これはかっこいいな、うん、はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。じゃあ早速対決していきましょうか。パパが使うのはヘブンディアボロスドレイクチャージですね。僕はストームペガシステングレイブクイックダッシュグレンバージョンでいきます。はい、3、2、1。おー、危ない。おー、危なかった。追い出されてる。チャージ、チャージ効果でチャージアタックならず。残念。金対グレンの対決、今回金多めですからね、うん、金多めです。あれ、ちょっと思った戦いじゃねえのこれ。2人ともアタックなの。あー、スタミナが。はい、3、2、1。もうあれ、よい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 、これだこれだ。もっとチャージ、チャージで。さあ、同じ対決になってしまった。なぜだ。あ、負ける、負ける。まあ、あー、3、2、1。はい、続いて私はこちらでいきます。ロックペガサスハリケーンオビットメタル弦ですね。3、2、1。ディフェンスですから、私はディフェンスですから。あ、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、決まったな。スピンフィニッシュ、スピンフィニッシュ。おいおい、フィニッシュ。負けた。3、2、1。すごい出たぞ。あ、同じ結果になりそう。同じ結果だ。お、あ、さっきより飛ばされてる。ただダメじゃないぞ。あ、ちなみにハリケーンで吸収しないのかよ。それ弦。おい、3、2、1。剣だからそっちは軽いんだ。そうだね、吹っ飛ばされたらやばいね。吹っ飛ばせー。効かぬ、効かぬわ。いや、そもそも当たらぬわ。当たりました。大丈夫、もう回転が弱まってる。ああ、負けました。続いてこちらでいきます。ウィザードスプリガー、バンガードローをザンですね。3、2、1。左回転で。さっきと違います。あー、吸収されんねー。おー、暴れてる暴れてる。いや、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。頑張れ。吸収、こっから吸収。スタミナで、スタミナ。スタミナ。3、2、1。おっとっとっと、中居君絡んじゃった。さあ、勝負どうなってるんですか。うん、なんとこれ、当たった当たった。うっしゃ、バスト。なんと3、2、1。真っ向、真っ向で当たるからね。右左でもすっごい跳ねてる。まずいな。こっから安定、安定しない、安定しない、やばいやばい、あ、ダメだ。あー、残念。
僕はデターデスエレファントエクストリームラッシュに切り替えます。じゃあ私はヘブンディアボロスドレイクチャージに戻します。はい、3、2、1。うわ、今のは重かった。よしよしよし、頑張れハルス。大きさは全然違うけど、ハルスも大きい、重いんだもんね。やっぱアタック同士のなぜかこういう結末になる。あー、ハルスが3、2、1。おいおい、いいねいいね。バーストしろ。あら、割と当たってんだけどな。ロックは硬い。おい、3、2、1。よっしゃ。続いてロックペガサスハリケーンオービットメタル弦に戻します。3、2、1。うわ、激しい一発食らってしまった。重いに対して軽いからね。でも弦だからバーストはしなさそうだよ。あー、スタミナが。よし、こういうことだ。よく耐えた。 OK、 3、2、1。さあ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 、おい、やばい、今の攻撃で1しか進められないな。かなり時間かかるとバーストするの。そうだね、ちょっと大きなカウンターが2回ぐらいあると。あ、負けちゃった。3、2、1。もうね、バーストないよね、デッドハルスは基本的に。うん、何の音これ。おー、危ない。オビットメタルの音これ、うん、おー、いける。よし、あ、はい、続いてウィザードスプリガン、ヴァンガードローをザーンに戻します。3、2、1。あっ、ポンポンポン。あららららららら、これは勝ち決まってしまった。3、2、1。ちょっと壁に当たりすぎたな。こっから吸収、これでもうまく吸収してない。吸収してるよ。おい、やった。3、2、1。ゲートセーしました。あらららら、ジメーズ。はい、じゃあ私はベノブディアボロスヴァンガードパレットにします。はい、僕はヘブンディアボロスドレイクチャージでいきます。はい、3、2、1。うわ、負けた。やったー。3、2、1。わお、またバースター。そして、あ、両者バーストだ。両者バースト、ドロー。3、2、1。おー、分身。あー、飛んでくれた分身。バースト、バースト。やめて、キャーキャー言う。当たんない。やばいやばいやばい。あー、はい、ということで今回はベイブレードバーストのガチンコ改造ガイド8月版でした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。なかなか終わらないぞ。落とすよ、負けた。そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。